さんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始めました、今日はなんと心斎橋に来てます。まあ大阪は生まれやし、普通に心斎橋とか車とかで全然行けんねんけど、で今日はちなみに夜に来ててマジで眠たい眠たいねんけど、夜の大阪、夜の心斎橋、ゲボ絶対落ちてる説やりたいと思います。ということで早速ゲボを探していきます。すいませんよ。はい、一ゲボ見っけ、はい、チーズ。たらーゲボー、これモザイクやわ、もらいゲボや、もらいゲボ。ちなみにこれはこんな感じ今逃げボ、やばい、普通にあるな、ある、普通にある、やっぱり。だからなんかでも最近ゲボが少なくなったとかも聞いてんけどなん言ってたやんなとか、なんか最近はなんかもう飲み屋、飲みとかバーとかじゃなくてクラブに暮らしにんよ。だからクラブの後の方の方が多いかなとか思ったり。でも今1時半ぐらい、やか2時ぐらいか、2時ぐらいで逃げ場見つけてるってことはもっとあるでなあ、多分5時ぐらいとかやったらやばいかもしれへん。探そう、まあ探してみたいと思います。はい、今帰ってるんですけど、まあ結果バーって見てたら2個ありました大阪の心斎橋筋か、心斎橋筋のなんかあのな、水の方、橋の方には結構あったんで、ぜひ皆さんも見てくださいっていうのもありやと思うけど、まあそう、ゲボ説は成功って言ったらあれやな、ゲボ説でしたかなはい、という感じでした。それではまたねー。